はい、皆さんこんにちは、ハイシェス。本日はですね、約4ヶ月ぶりにですね、3日間限定で、エリーターズクラブの募集をですね、再開させていこうと思います。もし本日の内容にご興味があったら、最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、それでは早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。弊社がですね、運営しておりますこのエリーターズクラブというものはですね、海外のイノベーティブな商品をですね見つけてきて、幕開け、グリーンファンディング、キャンファイアなどでですね、クラウドファンディングという形で、商品を販売し、売上を立ててからですね受注生産という形で仕入れて利材を稼いでいくというビジネスをですねしているんですけども、今回ですねエリーターズクラブのですね会員を3日間限定でですね再募集させていただこうと見ますので、本日ご紹介させていきます。今ですねエリーターズクラブ会員様がですね実際に行っているこのクラウドファンディングのいくつかの例というのをですねご紹介させていただこうと思います。画面に見せているのが幕開けなんですけども、この会員さんですね現在配信スタジオという商品をやっていまして、こちらの商品ですね初日から200万ちょっとですねもう売れておりまして、現在ではですね約1週間ぐらいですね700万ぐらい売れておりますので、こちらまだ33日残っておりますので、ほぼ確実にね1000万円はいくというふうに思っています。このようにですね1商品で1000万円をいく案件というのはですねこのクラウドファンディングの魅力というのがあります。次にですねご紹介させていただくのがですねこちらの商品なんですけども、この会員さんはですねもうすでに2年半ぐらいですねこのエリーターズクラブに在籍しておりまして、クラウドファンディングを結構連続でやられておりますけども、この会員さんもですね回数を重ねることにですねクラウドファンディングが非常にうまくなっておりまして、この商品もね残すところ33日を残して423万円というところで、これもですねまだ800万900万とかね狙っていけるにはないのかなというふうにですね思っております。はい、この商品はですね実は昨日始まったばかりなんですけども、これはカナダの商品でして、これはキックスターターの商品をですね独占を取ってきたんですけども、こちらの商品もですね残り33日を残して、これ金額がね安い商品ではあるんですけども、今264個売れておりまして、金額でベースでですね、600万とかいくんではないのかなと思いますけど、ちょうどねこの会員様とお話ししましたところ、すでにね利益率が 25% ぐらいはある、これでもっとね割引の率がですねもっと下がっていけばですね利益率がもっと良くなるというところで、しかもこれ商品がめちゃめちゃ小さいですから、本当に配送とかも楽ですから、もっとね利益率が上がっていくんではないのかなと。金額はね600万円ぐらいあるかもしれないんですけども、利益率はかなりいいのではないのかなというふうにですね思っております。次はですねこちらの商品なんですけども、これはですねもう残り68時間で終了するんですけども、これは中国のメーカーさんとの取引なんですけども、これもね利益率が4割ぐらいはね出てるんではないのかなというふうに思いまして、これは現在648万、なんとかね残り68万でなんとか700万いくかなっていうところぐらいまで来てますけども、こちらもですね非常に利益率の高い商品でして、会員さんもね喜んでおられる商品です。このようにですねもう本当に欧米欧州関係なくですね、中国も含めてどんどん我々ですね契約の方を取ってやっていっております。こちらはですね中国の商品なんですけども、こちらも今200万ですけども、これもね残り33日残ってまして、もうすでに381個売れているという感じですね。キッチンバサミなんですけども、こちらの方もですね今いい感じに伸びていっているなというふうに思っております。これはですね台湾のメーカーさんなんですけども、こちらもクラファン2回目の方なんですけども、1回目はですねあまりうまくいかなかったんですけども、2回目でね一気に挽回をしてきて200万円という形で、こちらも残り6日でですね伸びてきている状況です。これはねちょっともうすでに終了した商品であるんですけども、すごくちっちゃい懐中電灯なんですけども、こちらの方もですね900万ぐらい集まって終わった案件で、これもね非常に利益率が良かった商品になります。こちらの商品はですね2ヶ月前ぐらいに終わった商品なんですけども、1000万円を超した、ね商品でして、こちらもですね非常に利益率が良かった商品でございまして、会員様にですね次回私が帰った時にですね懇親会でですね怒ってくださいというぐらいですね、いい感じに、ね、利益が出た商品になります。こちらがですね最後の商品なんですけども、こちらもですね先月終わった商品でして、917枚売り上げまして1540件ということで、 iPhone と同じぐらいのサイズの携帯ガサということでですね、こちらもかなり売れまして、これがですねこのクラウドファンディングの醍醐味でして、本当に1商品でですね1000万とか1000万強のですね売り上げっていうのをですね立てて、利益率もですね3割4割ぐらいまで持っていったりとかすることができる、そういったね売り方というのをですね作っ
っていうことができるということでですね、クラウドファンディングという販売の仕方、こちらを覚えることによってですね、まあ、もちろんクラウドファンディングでも稼ぐことができますし、その後の一般販売にもつながるですね、マーケティングっていうのをですね、学ぶことができます。リタイルクラブでおきましてはさまざまなですねサポートっていうのをね提供しておりますので、これはですね明日明後日ぐらいの動画におきまして、もう少しですね細かくご紹介をしてみたいと思います。でですね、もしもっとね詳しく無料面談でですね聞いてみたいというふうに思っていただけましたら、概要欄に貼っておきます申し込みフォームからですねご希望の日時等をですね入力していただきまして、ぜひ無料面談の方ですねお申し込みいただければなというふうに思います。はい、ということでですね、本日ですね、この3日間限定でですね、募集させていきます、このエリタイルクラブのご案内の方をですね、させていただきました。ぜひね、無料相談の方、お申し込みお待ちしています。ぜひですね、一緒に稼いでいければなというふうに思っております。それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったと思っていればぜひいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。Twitter の方もぜひこちらの方からフォローしてくれると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますのでぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.